ホリスターは、アメリカ合衆国カリフォルニア州北部サンベニト郡の都市であり、同郡の郡庁所在地である。2000年国勢調査で、の人口は34,413人だったが、2010年では34,928人と1.5%増加した。ホリスターは主に農業の町である。ムツゴーローニ族インディアンがホリスターとなった地域の、 最初に知られた住人だった。ホリースターの町はモントレー郡の中にあり、1868年11月19日に設立された時は、ウィリアム・ウェレス・ホリスターが作ったサンフスト、ホームステッド協会がサンフストと名付けるつもりだった。教会のメンバーで、ナパのワイン製造者、ヘンリー・ハーガンがこれに反対した。ハーガンはカリフォルニアの地名が、 スペインの聖人の名前を取ったものが多いと主張し、州は町の名前をそれほど聖人ではないものにちなんで名付けるべきだと提案した。ホリスターは1872年8月29日に市政を執行した。ホリスターを含むサンベニト軍の西部は1874年にモントレー軍から分離した。軍は1887年に東方に拡大し、 マーセド軍とフレズノ軍の一部を吸収した。カラベラス断層の上にあった結果として、構造的に歪みを生じた家屋ホリスターは、世界のどこよりもクリープ断層の良い例となっているので、地質学者の間で広く知られている。カラベラス断層が市内を南北にロカストアベニューとパウェル通りのあたりで横切っている。断層東西に横切る通りは、目視できる段差がある。 この断層は数軒の家屋の真下を通っている。それら家屋が目に見えて曲がっていたとしても、所有者はその基礎の移動に耐えられるような補強をしたので、現在でも住むことができる。1989年のロマプリータ地震の後で、街には広範な被害があったが、これはサンアンドレアス断層の滑りによるもので、カラベラス断層のクリープによるものではなかった。ホリスターは、 カリフォルニア州の町で、世界の地震の首都を自称する3つのうちの1つであり、また、世界の星草の首都も自称し、カリフォルニア州の宝石ベニトイトの産地、世界で最も足の数が多い安デの生息地で、ピナクルズ国立保護区があり、また、天然物に基づく町である。他に、世界の地震の首都を自称する町は、フレズノ軍のコーリンガとモンテレー軍のパークフィールドである。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ホリスター市内にあるサンベニト軍庁舎など軍事務所、カリフォルニア州議会では上院の第12及び下院の第28選挙区に属している。連邦議会下院ではカリフォルニア州第17選挙区に属し、クック投票動向指数では民主党プラス17となっている。2010年時点で州上院議員は 共和党議員が、その他は民主党議員が務めている。ホリスターでは、地元新聞が西あり、どちらもギルロイに本拠を置く、メインストリートメディアグループが発行している。下記のラジオ局は、ホリスターで免許を得ている。主要高規格道路、編集公共交通、編集サンベニト群急行が、ホリスター市内と、軍北部の都市間輸送バス便を運行している。その範囲は、 サンフアンバウティスタや北のサンタクララ郡、ギルロイまで及んでいる。地域便はオンデマンドや中間的交通サービスによっている。空港、編集ホリスター市民空港は一般用途空港施設である。カリフォルニア州全州健康計画開発事務所が2006年8月22日にホリスターにある基本救急医療を備えた総合救急処置病院として ヘーゼル・ホーキンス記念病院を指定している。この施設はカリフォルニア州第8健康サービス地域にあり、座標は北緯36度50分02秒整形121度23分10秒、北緯36.83389度整形121.38611度、36.83389-121.38611である。ホリスター氏は 伝説的な三等衛星歌詞官ジェフリー・エス・ハギンスの出身地でもある。ハギンスは現在、キャンプ・ペンドルトンの第一海兵士団司令部、大体救護所に勤務している。イラクからは2009年初期に帰還した。2008年ホリスターモーターサイクルラリーに集まった、オートバイ・ホリスター氏は1947年以来、毎年7月4日頃にモーターサイクルラリーを開催している。 1947年に起こった暴走族の暴動は1954年の映画乱暴者の題材になった。このラリーは1997年に現在のスタイルになりホリスター・インデペンデント・ラリーと呼ばれている。2010年にはラリーが企画されていないがトップ・ハッターズ・モーターサイクル・クラブが組織するポーカーランだけはオーナーれたホリスターは 州全体にある同クラブの母支部である。2005年ホリスター市政委員会は財政と公衆安全問題のために行事の企画者であるホリスターインデペンデントラリー委員会との契約を打ち切った。この行事は安全確保のための予算不足で2006年に中止されたが2007年には再開された。2007年ラリーの形式はそれまでのラリーとは大きく異なり、 オートバイの代わりに三辺にと通りに屋台が出展された。オートバイは速道への駐車を強制され、中心街の全地域が午後9時には閉鎖されて厳密な外出禁止令が課された。行事のプロモーターであるホースパワープロモーションによれば、2009年のホリスターラリーはホリスター市の公演がなく中止された。これにもかかわらず、オートバイ乗りたちは屋台や公演者、 組織された行事がないとしても毎年7月4日にホリスターに集まり続けている。オートバイ乗りたちとの長い歴史のゆえにホリスターはアメリカのオートバイ乗りの誕生地と考えられている。ありがとうございます。